こありまして、そのままりん。なんで持山田のテーマソング歌わないの？テーマソング知らない。作ったの？作ったの？いや作ったら教えてよ。あ、じゃなくてりんからもう漫才しましょう。私ね、はい、最近映画が大好きで一人で映画館通って見てるんだ。最近何見たの？何も見てないよ。いやいや、どういうこと？私ね、映画の予告編が大好きで、うん、予告編だけ見て帰るの。そんなとね、お金の使い方してるね。予告編の何がいいの？かっこいいじゃない。あの男が帰ってきた。最も不運な男の一日が始まる。バーン、ダイハードラストデイみたいなさ。うん、確かにかっこいいね。でしょ、悪と戦う黒い旋律。バーン、ダークナイト。おお、かっこいいね。で、こんな感じで映画の予告編みたいに言えば何でもかっこよく聞こえるんじゃない？だから全然かっこよくないものもかっこよく聞こえるのよ。例えば、剥がれ落ちた時血の惨劇が待っている。バーン、かさぶた。えっ、そうだよ。大げさだって。大げさ大げさ。今かさぶたがかっこよく聞こえたでしょ。そうかな。じゃあこれは人海を待ち構える90度の傾斜。なんか怖そう。背もたれ。背もたれ。あの、なんで背もたれ抽出したの？助かった。そんな背もたれに助けられてる人見たことないけどね。飲み込まれ、そしてひねり潰される恐怖。お、怖っ。パニックムービー的な。バーン、イロハス。いやいやいや、そんなに言ってますけど。くし。じゃあ言う要素なかったから、今どこにもさ。線路の脇では多額の現金が取引される。何、悪の組織みたいなこと？バーン、キヨスク。キヨスク取引ってお客様200万円になります。いやいや、確かにそんな風に言うおばちゃんいるけどね。お客様、ブツを追わす。ブツって言わないの。大自然の偉大さに日本中が涙した。お、感動作きたね。バーン、スニカフン。そっち、確かに涙つくけど。バーン、見えてたんだったら避ければよ。進むたびに減っていく数字、ゼロになれば全てがおしまい。次元爆弾的な。パスも。パスも全てがおしまいってチャージしなよ。ミックサ。そんなパンって感じでしょ。何それ。ミオさっきから文句ばっかり。じゃあミオやってみなさいよ。ミオ、じゃあマイク。しかも物も指定されるの。声を吸い込み大きくする。バーン、マイク。静寂に飲み込まれ冷酷な視線が突き刺さる。バーン、ドンズベリー。だからね、これはね、真実を偽り我が身を守る。バーン、言い訳。そういう方やめてくれ、やめてね。はい、お願い、やめて。否定的な言葉が口の中からこだまする。バーン、嫌です。時間が来た時、彼女の最後の一言は残酷だった。バーン、もうええわ。もういいよ。どうも。